道江春優パブリーズ CM で平野潮の後継者的ポジションに、ジャニーズ事務所の新たな展望。皆さん、こんにちは。今日はエンターテイメント界で注目されているトピックについてお伝えします。ジャニーズ事務所から生まれた若手アイドルの道江春優が、P&G ジャパンのエアケアブランド、パブリーズの新 CM に出演することが発表されました。 この発表により、道江は平野仕様の後継者的ポジションに立つこととなり、ファンたちの注目を集めています。パブリーズ CM、平野からの引き継ぎ。新 CM は、情報番組などで先行公開され、道江俊友が北斗賞佐々木健介が演じる夫婦宅のハウスキーパー、役で出演しますマップス。 この役柄や決め台詞からもわかる通り、道江は前任の平野仕様からそのままポジションを引き継いでいることが伺えます。道江ファンからは喜びの声が上がっています。新 CM について、新 CM おめでとう。ハウスキーパー道江くんキラキラの笑顔で可愛いという歓声が広がっています。が一部の平野ファンからは複雑な反応が寄せられています。 これは平野ファンの中に平野市用の続投を期待していた人が多かったためです。平野市用の CM とその終焉。平野市用バージョンの CM は昨年7月からオンエアが始まり、ジャニーズ退場後も放映が続いていました。しかし、今年7月に平野が滝沢秀明氏の新事務所、 とべ、への合流を発表し、CM の放映終了が噂されていました。外資系企業である P&G のため、ジャニーズへの忖度がない、との意見から、再契約説も浮上していました。しかし、平野の CM 二24日までにメーカーの公式 YouTube チャンネルから削除され、新たに道への起用が発表されたことから、契約は終了したとみられています。 道江俊友、新たなエースの証。道江俊友は、今年の日本テレビ系チャリティ特番、24時間テレビ、うちのスペシャルドラマ、虹色のチョーク、で主演を務め、その実力を証明しました。また、TBS の新作連続ドラマ、マイセカンドアオハル、で、主演ヒロセアリスの相手役を務めるなど、今後の活躍が期待されています。 これにより、ジャニーズ事務所が道へを平野市用の後継者と位置づけている可能性が浮上しています。メグロレン、別の後継者候補。一方、スノーマンのメグロハスも平野市用の後継者候補と目されています。昨年、平野は後世の敏感肌ケアキャンペーンの CM に出演しましたが、今年の同キャンペーンではメグロが起用されました。 俳優として映画やドラマで成功を収めており、平野と重なる部分があるためです。ジャニーズ事務所の展望。ジャニーズ事務所は、ソロでも CM 人気が高かった平野耀の後をどう埋めるかに注力しています。現在の若手の二大エースとも言える道へと、目黒に白羽の矢が立ったことは理解できます。しかし、平野ファンにとっては、露骨な後釜作り、 映るため一部で反発の声が上が上っていますただし、平野潮は近いうちに本格的に芸能活動を再開させると見られ、広告業界が彼を待っていることは間違いありません。そうなれば、再び CM で活躍することも十分に考えられます。結論。 ジャニーズ事務所が新たなポジションを確立し、道江俊優とメグロハスが2枚看板としてエンターテイメント界を牽引していくかどうか、今後が非常に注目されます。平野紫耀の後継者としての彼らの活躍を期待し、エンターテイメント業界の未来を見守りましょう。それでは、今回のエンターテイメント界の最新情報をお伝えしました。 新たな展開に期待しましょう。